皆さんこんにちは。今回は謎の挑戦状をやっていこうと思います。地下迷宮ですね。今回はこれにチャレンジします。はい、挑戦状地下迷宮、遊びをしてみましょう。一つの鍵で一つの扉を開けることができます。すべての宝箱を開けてゴールを目指してください。一度もリセットせずにクリアすることができるかチャレンジしてみてください。はい、ということでございます。地下迷宮、問題説明。人型のアイコンが冒険者、過去あなたです。壁に阻まれずに移動可能な位置にある鍵、扉、階段にタッチするとそこに移動できます。すべての宝箱を手に入れてゴールを目指そう。地下迷宮の進み方、まず鍵を手に入れようってことですね。鍵をタッチすることで鍵を入手しよう。2、鍵でドアを開けよう。鍵を手に入れたらドアをタッチして開けてみよう。進む場所が増えるぞということで、まだあるのか。3、階段で階を移動しよう。階段をタッチして別の階に移動しよう。4、宝箱を手に入れよう。タッチして宝箱を手に入れよう。すべての宝箱を集めてゴールを目指しますと。はい、まだあるんだ。はい、スクロールバー下画面右端にあるバーを動かして右、そういうことね。3本のピン、目印になるのね。はい、わあ、下画面をタッチしてスタートしましょう。これもし下画面を中心にして動かしていくので、皆さんスマホで見てる方は横向きにしてね、ちょっと大きくして見ていただければなと思います。でまずここへ鍵を手に入れる。まあ、ここの鍵はここを開けるしかないよねって思うの。今は問うことがでない。だーと言って、これさ、取ることができない。どこ行けばいいんだ。なんだ、下にあるんかい。マジか、下の存在気づかなかったな。そっか。じゃあちょっと待って、早速私はやってしまったと思うの。ちょっとリセットするので、ここで鍵を手に入れて、で、ここ先にちょっとここ行きますか。ちょっと待って、下ってそうだよね。ここからこの階段より下の道をずっと行ってもどっちしろ行き止まりになっちゃうから、ややこしいね。上行っても全部行き止まりだな、これは。で下でここ開けてみますか。はい、鍵、宝箱も見つけた。やったね。でどこ行けばいいんだろう。どっち行けばいいかな。上の道と下の道って関連があるのかな。ありそうだな、ありそうだな。で下行って鍵見つけて、でここ開けて、で鍵2つと宝箱をゲットして上行く。でそしたら今度はここかな。こっち行って鍵を見つけて、ここ開けますか。下行って
あ、難しいね、これ。シルートかな。でも鍵が1個しかないんだよね。先にこっち行ってみますか。まあ、何もないかな。よいしょ。お、なんか鍵がなくとも、お、でここのために、お、すべての宝箱を見つけたらゴールに行きましょう。で鍵も見つけた。やった。下降りて、そう、ここに行くのにね、最後のこの鍵を使うと思うんだけど、お見事です。やりました。お、これ結構楽しかったな。お見事です。階が分かれていることで先の見えない不安の迷宮だったのではないでしょうか。行き当たりばったりで鍵を使った人はなかなか迷宮から脱出できなかったはずです。こういう時こそ冷静に観察し、この後起こりそうなことを推理してみるべきなのです。はい。おお、やった。まあ、リセット一回しちゃったけど。お、ふふふ、先ほどの地下迷宮はいかがでしたか。なんだか宝物探しってワクワクしますよね。え、あの宝箱の中身は何が入っているのかって。ふふふ、それは秘密です。お客様のために新しく地下迷宮2をご用意いたしました。おまけのモードに追加しておきましたので、お好きな時に挑戦してみてくださいね。へえ、そっか。あ、本当だ、追加されてる。どうしようかな。次もまた地下迷宮やりますか。はい、じゃあそうしましょう。じゃあね、次回もまた、この番外編の挑戦状をやっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。